皆さんこんにちは。今回の速報健康ナウは、秋になって体が引きつりやすくなる方のお話をしていきたいと思います。秋になるとよくこむら返りを起きたりとか、体の筋肉が異常に引きつってしまう方っていうのは増えてきます。その原因としてよく言われるのが、秋になって急に気温が下がってしまって体が冷えてしまった、そういったことをよく言われたりするんですけども、実はそれだけではなくて、実はこの体の引きつりっていうのは、実は夏場の体の状態に深く関係していることがあります。実は夏場っていうのは暑くてよく水分を取る方多いかと思います。しかしその取る水分よりも体にある水分の方が多く出てしまっている状態。ある程度人の体っていうのは水分を貯蔵しています。それによって水分不足、水が体になくなるのを防いでるんですけども、この貯蔵している部分が夏場の間にすごい少なくなってしまうんですね。それによって実は体っていうのが水分不足を起こしてしまいます。そして秋になると涼しくなる、そうすると喉があまり乾かなくなりますよね。それも合わさって余計水分を取らなくなってしまいます。そうすると夏場で少なくなった貯蔵している水分も少ないし、摂取する量の水分も少ない。そうすると体の中の水分って自然と少なくなってしまうんです。そうなるとどうなるかっていうと、人の体っていうのは乾燥よりになってしまうんですね。ここで気をつけてほしいのが、冬場によく体が痒くなる方っていうのは、実はそういった夏場の水分が抜け出してしまって、体の水分が抜け出してしまって結局乾燥しやすい状況ができてしまってるっていうことなんですね。ただ単に空気が乾燥してるとか寒くなってるっていうだけではなくて、実はそういったところ、夏場からの水分不足っていうのが実は深く関係しています。で、今回はその水分不足を解消するために、なるべく効率よく体に水分が補給できるような体操をちょっと紹介していきます。今回使う場所っていうのは、実は仙骨っていうお尻の部分ですね。お尻の部分の骨のを刺激して、より吸収しやすいような体に、していきたいと思います。それでは早速紹介していきたいと思います。このポイントっていうのは、非常にやり方としては簡単なんですけども、一つポイントとして、しっかりね、この仙骨2番っていうのを刺激していかないといけません。で、仙骨2番っていうと、腰からちょっと下の部分、お尻の上の方にある部分なんですね。ここに2つ穴みたいなのが開いてるんですけども、この部分をしっかり刺激していくんです。なので、まず自分で腰に手を回して、さっき言ったこの部分ですね、この穴の部分のあたりっていうのを、後ろに手を回した状態で、上に引き上げる感じです。このあたりですね、このあたりを後ろ上にグッて引き上げて刺激をしていきます。大体5回から10回ぐらい繰り返ししてもらって、それをした後に、今度は上向きで横になります。で、上向きになった状態で、足をですね、ちょっと軽く浮かした状態で、完全にぐっとこう反らすんですね。ぐっと反らして大きく息を吸い込みます。吸い込んだこの空気がちょうどさっき言った仙骨2番のところに集まるようなイメージで大きく息を吸い込んでいきます。それでいっぱい吸い込んだ後、吐くと同時にこのかかとを下にドンと落とします。これを大体3回ぐらい繰り返すことによって仙骨2番の方に刺激が入っていきます。この仙骨2番を刺激することによって自律神経が活性化されていきます。そうするとしっかり水分を補給しやすくなるし、また余分な水分っていうのはしっかり排出することができます。ぜひこの秋の方に足がつるとか体の筋肉がつる方、そして 冬場になるといつも肌が乾燥して困る方、ぜひこのやり方試してみてください。